けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。毎年毎年曲をたくさん作るという目標を立ててるんですけど、結局今年も完成できたのは 2,3 曲だったんです。で結局は発表とかもしてなくって、今年こそは、たくさん作りたいと思います。今年最初のカバー曲は白い恋人たちです。では聴いてください。